トヨタ i ユニットトヨタ i ユニットとはトヨタ自動車が開発したパーソナルモビリティのこと。i ユニットの前身であるトヨタ PM2005 年日本国際博覧会にてトヨタ自動車が出展した未来型パーソナルモビリティ。2003年の東京モーターショーに出展した PM というコンセプトカーをさらに発展させたもの。中は愛知万博における 展示品の一種のシンボルとして、テレビなどで多く取り上げられていた。人間の拡張というコンセプトに基づいており、車に乗るのではなく、着るという感覚で設計されている。軽量かつコンパクトなボディにより、車の乗降が楽になり、さらに消費するエネルギーも最小限で済ませられ、駐車スペースの節約などにもなる。アイユニットのデザインのモチーフは、歯であり、 人を包み込むように柔らかなデザインとなっている。また、i ユニットの車体のシルバー部分は、毛フ材、アームレストなどは、ポリ乳酸を使用しており、環境への負荷を減らす工夫が施してある。トヨタ i ユニット背面に i ユニットには2つの、モードがあり、人の視線の高さで走る、低速姿勢モードと、ホイールベースを延長して安定性を確保した、高速姿勢モードがある。i ユニットには、 ステアリングやアクセルペダルがなく、代わりにドライブバイワイヤーを利用したドライブコントローラーが搭載されている。これは前に倒せば前進、左に倒せば左折と片手で加減速と操打を行えるようにしたもの。これにより簡単かつ思いのままに運転することができる。実はこの乗り物には交差点などで衝突を回避するためにお互いに電波を飛ばし合い、 交差するときにお互いをうまくすれ違えるシステムが入っている。愛知万博ではこの模様をショートして披露しているがあまり認知されていない。さらにアイユニットにはマイユニット機能というものが備わっており手のひらや顔などの生体認証システムなどを使うことにより個人の思考に合わせた情報を提供する。アイユニットは博覧会に出展されたアイフットとパートナーロボットとともに 2005年度のグッドデザイン金賞を受賞した。博覧会後には、メガウェブやアムラックスなどで、アイユニットに試乗するイベントが行われていたり、東海地方のイベント等で展示、披露されている。また、オースの愛新世紀の関連ショールームに常設展示されている場合もある。2006年4月4日から11月17日まで、トヨタ会館二階大ホールにおいて、 アイユニット運転体験が行われた。予約方法はインターネットのみであった。午前、午後各10組20名で実施され、運転時間はインストラクターの誘導のもと1人あたり5分程度であった。運転体験は低速姿勢モードのみ、最高スピードは時速 5km に制限されていた。低速姿勢モード 1100,800,40mm、11 00, 1800, 高速姿勢モード1800,250,040 1 mm 低速姿勢モード540 mm 高速姿勢モード1300 mm 低速姿勢モード850 mm 高速姿勢モード830 mm ありがとうございます。